柳永正吉は日本の数学者。俗字で柳永と表記される場合もある。東京府出身。東京府立第四中学校では犬井哲夫らと親しくしていた。4年修了での旧制第一高等学校受験にうっかりミスで失敗したが、4中卒業後に一校入学。その間、秋山龍や森外三郎らの役所である代数や、機科などの一般数学書や、 ポアンカレの科学と仮説に親しむ。東京帝国大学理学部数学科においては、高木貞春に指示して、主に類体論について学び、1929年、卒業を、ドイツとフランスに留学した。1936年、東京大学理学博士論文の題は、一般単行家定理について、 1942年から1967年まで東京大学理学部教授を1977年まで学習院大学教授を務めた。1970年フィールズ賞選考委員。1976年君に当局日、重光明受賞。1980年レジオンドヌール君賞受賞。1978年、日本学士院学士院会員に選出。 専門は、整数論。単行化や、分岐理論など類体論の発展に、多大な器用なした。更新の育成では、主な弟子に、規定でもある、フィールズ賞受賞者の小平国彦、第1回、ガウス賞受賞者の伊藤清岩沢理論の岩沢健吉、佐藤理論や佐藤長関数で知られる、佐藤美紀夫などがいる。機械や解析など、 自分の専門外の分野でも優れた弟子を数多く育てた。大数学、幾何学にも関わり、中学の先輩であり、数学者である吉田洋一と同様、数学史の編纂にも携わった。また、11カ国語前後の言語をマスターしていた。2006年6月1日、老衰のため満100歳にて死去。裁判年に至るまで、著書や論文を表した。 他に代表的な業績として、小平らと共に、東京書籍発行の算数、数学教科書の作成に関わったことも挙げられる。長男は、セールの、数論講義等を翻訳した、いやなが健一。ありがとうございます。